はい、レザー白人のニコです。こんばんは。レザークラ、レザークラフトやってますか？うん、いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、新しいちょっと武器を買ったんですよ。それがこちら。わかります？これ前にね、ずっと前、1年ぐらい前か半年ぐらい前かな、ブルーマールさんが持ってて、でお店持ってきていただいて、インスタライブかね、何かそれでこうご紹介したんですけど、楽天とかアマゾンで2万円2万5000円ぐらいで買えるレーザー焼きの機械なんですよ、こちら。でこれをね、今回ちょっとあるオーダーで使う予定なんで、で前から欲しかったんでね、思い切って買ってみたんですよ。で先ほどね、TikTok ライブの方でちょっと久しぶりに実験ライブとしてやってみたんですけど、これ使えますよ。これね、今もねちょっとやってるんですけど、あれ動いたかな、あったあった。これちょっともう色塗ってもってますけど、レザーツジョニーって入ってるんですよね。でまあ色どんな風にしたらこれ分かるかなっていう感じで、どれぐらいの色合いがいいかなっていうのでちょっと色塗ったんですけど、でねこれはね、カメラで、アプリがあるんですよね、これ専用のアプリでカメラで撮って、それをそのまんま印刷することもできるんですよ。でこれも TikTok ライブで、これ庄司さんの庄司をこうちょっと僕が手書き風でささって書いて、それをカメラで撮って顔に写すとこんな感じに、なかなか綺麗ですよね。これ使えるなと思って、で中にはアプリがね、こんな感じで文字を打ち込むワードみたいなやつ、今それでね、まあ、ノーレザーノーライフっていう風に代わりでやってるんですけど、めっちゃ簡単なんですよ、要は。でここにパーセンテージ出てくるしね、今こんなにやってますよって。でこれそのライブ中に入ってきた人が、まあこういう風な、まあこれよりも全然いいやつ、 20W のやつだからね、いいやつなんですけど、まあキーもいけるでしょ、んでまあ可愛いいける、フェルトとかもいけるのかな、レーザー焼き、焼きつかすやつなんで。で、なんか鉄系も、金属系も、出力さえありしたら、なんかいけるらしいっす。うん。だからね、これ2万5000円するでしょ？例えば、オーダーでなんかお名前入れてくださいって多いじゃないですか、やっぱり。皆さん、自分のもんには名前入れてて。僕も刻印とかでやってたんですけど、これやったらプラス500円ない1000円いただいたら、20回30回やればもう元なんでね。うん、ほんでね、僕がちょっと危惧してたのは、皮を焼いたらこう広がるじゃないですか、それがあるんかな思った、意外に広がれへんねんね。うん、全然めっちゃ綺麗に映るんで、文字がこれわかるかな、めっちゃ綺麗にね、にじみませんと。まあその照射のスピードとか、パワーとか、あの辺を調節したら、調節しなあかんけどね、強すぎるとやっぱりそのちっちゃい文字やったら潰れるし、うん、もうなんか写真でいけるのもすごいですよね。写真、ほんまに写真を写真に撮って、それで転送しても全然いけるんですよ。めっちゃ楽だから。だからね、イベントで、こう、なんかキーホルダーバーって作ってって、お名前入れるっていう風な、入れてほしいっていう要望がね、たまにあったりするんですよ。で、さすがにそれは電源なかったからできひんかってんけど、ほんで、そこでね、パンパンやるのもあれやってんけど、そんな忙しいイベントやったら無理やけど、まあちょっとゆっくりしたイベントとかやったら、例えば2人で行ったりするんやったら、ポータブル電源、まあ僕はポータブル電源持ってるんで、それで多分いけるんですよね。
一回それも試してみたいなと思って、うん、だからねプラスね、500円でもいただけるんで、いやすごいですよね。うち今回はそのベルト今十何本作ってるやつの、に会社のロゴを夜勤で入れるっていうので入れたいっていうので買ったんですよ。でまあまあ上から染めれるしね、いや面白い新しいものだから、こういうのが投資になるんですよね。でね、最初はやっぱりねもうわけわからんかってんけど、やっぱ触ってるうちにだんだん慣れてきて、今回もうねちょっとねちょっと自分の製品を、まあ、これもオーダーで頼まれてるやつがあるんで、それのサンプルとして自分の製品を今作ろうと思って今やってるとこなんですけどね。スマホケースなんですけどね、スマホケースっていうかね、ここに金具があってこう紐っていうのを作ろうかなと思って今やってるんですけど、いやめっちゃ綺麗に入ってますね、完璧っすね。えスペル間違えてない NOLEATHER 合ってるね、うん、よった。子供の名前の入ったキーホルダーとかね、うん、そんなもできる。ただねちょっと匂いがねやっぱ皮を焼くんでその匂いはしますけどね。いやもっと早うに買っとけばよかったかな、うん、早くできひんかな、できたとこを見せてあげたいんですけどね。こうねちょっとあんまり動画でも撮らん方がいいんかな、これレーザーだから。こうやってねピカピカピカって動いてるじゃないですか、これがレーザーのとこなんですよ。で皮引いて、今2ミリ厚引いてます、2ミリ厚引いて、でこれでねだいたいね、何センチか何センチや、4センチ 9×9 までいけるのかな、ん 8×9 かな、 8×9 までいけるみたいですね、大きさ的には。一応下にねジグというか定規があって、これはでそれに合わせて、物置いて。で、こう、枠をね、プレビューで、ここからここまで使いますよっていうのが出るんですよ。それがめちゃくちゃ便利で。それやれば絶対はみ出たりもしひんので、だから縫い代とかね。縫い代とかやっぱりね、いるじゃないですか、僕ら。でもそれがね、その枠でわかるんで、もっともっといろんな使い方できるんやろなと思って、先ほどね、あ、そうそう、あれも見せようか。ちょっと目がやっぱチカチカするね、ちゃんとあれやな、ゴーグルしなかなかな。先ほど僕が使ってる、もうこれ使ってるやつなんですよね、の L 字ファスナーに、まあ中身抜いてですよ、入れてみたんですよ、ノーレサーノーライフって。ほら意外にしっかり入ってるでしょ。ちょっと A が潰れてるかなって、でもこうやって見たらまあ分かるんですよ。まあ色がついてるか分かりにくいけど、これがねきなりやったらねもっと目立つし、色によっちゃこれ目立つんで、焼いてるんでやっぱ茶色くなるんですよね。こう、あもうちょっとで終わるんちゃうかなこれ。製品の後からでもできるんですよね。本当ならねこういうのやったら刻印しかできんかったけど、まあオーダーで頼まれた時、うん、ライブでまあちょっとお金はプラスアルファするけど、こっちじゃなくこっちでもいけますよみたいな感じもできますよね。終わった、終わりました。さあお見せしましょう、バッチシ、ほらノーレザーノーライフ、ん？スペル合ってるよね、合ってる。文字もまあ若干かすれてるとこもあるけど、まあまあ全然いけるかなって感じですね。こんな感じで綺麗ないけてるでしょ。いやーよくできました。ゴリフィー中華製やと思いますけどね。またこれね、またこれねコメント欄の方に
僕が買ったやつ添付しておきますんで、もしよかったら皆さんもあの2万か2万5千円しますけど、あの買ってみると、あのまた作品の幅やったり、そのオーダーの取り方やったり、いろいろ変わってくると思うんで、検討してみてください。今日はこんな感じで新しくレーザー夜勤を買ってみましたっていう回でした。参考になれば嬉しいです。もしよかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。では。